はい、こんにちは、コウスケでございます。1月22日金曜日ですけれども、本日ですね、ワンダビジョン第3話の配信日ということでね、今回はですね、ワンダビジョン第3話のネタバレ感想とあとね、考察についてお話ししていきたいと思います。今回の動画は、前回のね、第1話、第2話の感想と同じくですね、がっつり内容のネタバレを含んでおりますので、まだ見てない方はぜひともね、ご視聴についてはご注意いただければと思います。ではやっていきましょう。さあまず初見の感想とか全体的な感想としてはですね、ワンダビジョン第3話、ワンダビジョン、おかしい。イントネーションおかしいですね。ワンダビジョン第3話に関しては、めちゃめちゃ人間的なホラーというか、もうがっつりね、1話2話みたいなポップな明るさはちょっとなくなりましたね。確かに前半に関してはね、そのワンダの出産のね、ドタバタコメディみたいなところありましたけれども、後半ですね、ぐっと、ストーリーにですね、深みが増してきて、でね、まあちょっとビジョンもおかしいし、ワンダもおかしいし、この街の住人みんなおかしいなみたいなことに、まあ、徐々に気づいていくわけですね。それに関してですね、ワンダがちょっと、不穏な雰囲気の中ですね、最後には怒涛のですね、急展開というような感じでございました。なんで、まあ、ワンダのですね、恐ろしさ、ワンダを怒らせたら怖いよっていうのはね、これまでのアベンジャーズ映画で、まあ、散々見てきたわけですけども、まあ、ちょっとね、ワンダの心理的なホラーっていうところがですね、まあ、ぐっと深みが出てきたなというような感じがします。でね、また今回も小ネタがいろいろありました。僕がね、初見で気づけた範囲だけですね、今回もご紹介していこうかなと思います。そして、今回ですね、CM、第3話にも CM が挿入されています。今回ですね、すべてを水に流して自分だけの世界に浸れるとっていうね、歌い文句のもとですね、お風呂タイムっていうものをね、過ごしてるわけですけども、まあ、お家にいながら安らぎのひとときをということで、ヒドラソーク、女神の入浴剤ということで、今回もヒドラのですね、マークのもとですね、入浴剤の CM がね、挿入されていました。まあ、ヒドラといえばですね、やっぱり、ワンダとね、ピエトロを作った、バロン・フォン・ストラッカーが所属する組織であります。ワンダビジョンに流れる広告っていうところ、CM っていうところはですね、第1話がスターク・インダストリーズ、第2話がね、ストラッカー時計っていうね、商品があったり、まあ、ワンダの何かね、記憶嫌なところのね、記憶の部分が CM として挿入されているということで、今回はヒドラというものですね。まあ、全てを水に流して、自分だけの世界に浸れますというようなところもね、どこかワンダの今の現在のね、現状というところを表しているような気もしますね。これまであったピエトロをね、失ったこと、ビジョンを失ったこと、全てをね、水に流して自分だけの世界に浸れることができる、まあ、これね、男性のナレーション、歌い文句もね、どこか、怪しげなセリフですけれども、まあ、今回ね、ヒドラソークということの CM が流れていたということです。オープニングシーン、さあ、今回のオープニングシーンですけれども、まあ、第1話、第2話はですね、まあ、奥様は魔女を、オマージュした形となっておりましたが、今回のオープニングは2つのドラマから、オマージュを得た感じですね。楽曲に関してはパートリッジファミリーというドラマで、編集の仕方、映像に関しては愉快なブレディ系をオマージュしています。でね、カラー放送が行われた番組でもあるということですので、まあ、今回ですね、タイトルにもカラー放送となっておりますが、まあ、こういったカラーというね、まあ、テレビの、ね、歴史において、まあ、カラーというのはかなり大きな、ね、変革の、ね、年でもありますので、まあ、そういったところでもオマージュを得ていると。今回の、ね、内容、第3話の内容は、まあ、前編30分を通して、ワンダが出産するまでの話ということでね、まあ、かっつり、ワンダの、ドタバタ出産コメディというような感じになりましたね。まあ、ワンダ実際に妊娠してないわけですけれども、まあ、そこに関してはね、まだ面白い部分ありました。コメディというところもありましたね。まあ、そこに関してもね、どうやって周りの人に気づかれないかっていうところ、不審がられないかっていうね、まあ、ありえないですけどね。絶対にもう不審がられることは確かだと思うんですけども、それでどう切り抜けるかっていうところもね、ワンダのね、ビジョンも、まあ、二人とも可愛いんで、まあ、どうやって他の人にバレないようにしなきゃいけないのかっていうところと、モニカ・ランボーも登場しますが、モニカにどうやってバレないかっていうところもですね、まあ、客観的に見れば面白いですけども、まあ、実情を知ってる僕らからすればめちゃめちゃ怖いですよね。双子の名前。さあ今回ですね、ワンダが出産した男の子2人ですね、双子の男の子が生まれるわけですけども、彼らの名前はトミーとビリーと名付けられました。これはですね、原作のワンダとビジョンのコミックシリーズと、同じくですね、ウィッカンと、スピードの、本名ですね、トーマス・トミー・シェパードとウィリアム・ビリー・カプランですね、この2人の、男の子の名前から取られているということで、まあ、まさしくですね、この2人がウィッカンと、スピードになることは今後間違いないということです。もともとね、80年代のコミックで、ワンダとビジョンがですね、産んだ子供というのはですね、名前はもともと違ったんですね。もともとね、トーマスとウィリアムという名前で名付けられたんですけども、まあ、この双子はですね、現実のものではないと、いうことが発覚してからですね、メフィストのですね、強力な悪魔の魂の2つの、ね、断片を使用して、トーマスとウィリアムにね、命を与えることができたと。しかしその本質はですね、ファンタスティック4のフランクリン・ニジャーズの、力によって粉砕されたということで、双子の魂はその後、トーマス・トミー・シェパードとウィリアム・ビリー・カプランというね、この2人の
のアメリカの子供へと生まれ変わったということです。最初に生まれたトミーが、スピードで、ウィッカンがビリーですね。スピードに関してはね、超高速で走るスピードを得ているということで、今回第3話でもですね、ビジョンが超高速で走るシーンがありました。これはね、おそらく今後ね、スピードへと何かね、遺伝子的な、形でね、引き継がれる可能性も十分に高いです。今回ビジョンが高速で走る理由もです、ね、ウィッカンとスピード、この双子のね、子供を思わせるようなシーンでした。徐々に気づき始めるビジョンということでね、今回第3話では徐々にですね、ビジョンがこのね、物語の怪しさに気づくわけでございます。まずはね、冒頭8分38秒の、ね、シーンで、ワンダがですね、ビジョンに対して、みんなにこのね、秘密がバレちゃいそうだっていうね、話をした時に、ビジョンがですね、んと首をかしげながら、そうかもしれないと、でもそれだけじゃないだろうと。第1話で描かれたハートさんとのディナー、そして外にいるね、ハーブという黒人の男性の動き、何かがおかしい気がするというふうにビジョンはワンダに告げます。その瞬間ですね、ちょっと映像がね、乱れて、数秒前に戻ります。そこからね、再スタートするビジョンのセリフは、前にね、巻き戻す前のビジョンとは全く違うセリフ、僕らは未知の世界に足を踏み入れたと、実は僕も不安だよというふうにですね、まあ、秘密がバレるどうのこうのというね、前のセリフではなく、ビジョンはワンダと共にですね、まあ、この未知の世界へ足を踏み入れるけど、この子供が生まれるっていうところでですね、新しい世界に踏み入れるけど一緒に頑張っていこうねというふうに、まあ、ワンダを励ますシーンへと。ここまでですね、ワンダの現実改変というか、ワンダとビジョンのね、暮らすドラマの中の世界の話ですけども、ワンダはですね、自由にビジョンがね、この不思議さに気づく前にですね、映像を巻き戻して、まあ、自分のいいように書き換えていくということです。まあ、これもですね、第2話の最後にあったシーンですね。マンホールの中から男が登場するわけですけども、ダメって言ってね、そこから映像が巻き戻されて別のシーンへと切り替わっていくということ、まあ、つまりこのね、ワンダとビジョンが暮らす物語は全てワンダの思い通りになるような形へと書き換われていくということですね。まあ、ビジョンが今回ね、気づいているように、まあ、住人のね、これまでの出来事、ワンダとビジョンが過ごしてきた出来事もなんか全てですね、ハリボテに近いような感じがするんですよね。住人が生き生きしてないというところ、なんかそこにいるだけのような感じっていうところもですね、ビジョンが不思議がっているわけです。そのビジョンに気づかれないように全てセリフを書き換えていくワンダの新しい力っていうところもですね、今後第4話以降、まあ、さらにヒートアップしていくんじゃないかなというふうに思います。モニカ・ランボー。さあ今回ですね、モニカ・ランボーがね、登場するわけですけれども、今回モニカはですね、かなりピンチに陥るわけですね。今回ね、ワンダの出産をね、助ける、登場するわけですけれども、ワンダがですね、出産した後の会話シーンの中で、ワンダがですね、私も双子だったのと、兄弟がいたのよと、名前はピエトロっていう風にですね、まあ、ワンダがですね、ピエトロの記憶を一瞬だけ思い出すシーンがあります。その瞬間ですね、ワンダに言ってはならない言葉を、モニカ・ランボーは喋ってしまうわけでございます。それはウルトロンに殺された、そうでしょっていう風に、ね、吐くんですね。その瞬間ワンダの何かがですね、スイッチがバツンと、切り替わってしまってですね、今あなたなんて言ったのね、いう風に、まあワンダのね、怖いね、裏の顔へと、まあ、変わっていくわけですね。まあそれと同時にですね、ビジョンはアグネスとの会話の中でですね、モニカ・ランボーの様子がおかしいと、この街には関わらず旦那がいないと、で実は家も持ってないということで、彼女は誰なのというね、モニカ・ランボーの、まあ、ミステリアスな人間性に、まあ、住民も気づいているというところ。そして、まあ、ワンダがですね、出産しているというところに関してもですね、アグネスがひそひそ声で何か会話しているということですね。まあおそらくね、ワンダが、ピエトロがね、ウルトロに殺されたということに関してですね、切れた理由として、やっぱりね、まあ、外からの人間、なぜね、ピエトロが殺されたことを知っているのか、ウルトロに殺されたのかっていうところを知っているっていうところでね、自分自身のね、秘密を知っている、鍵を握っているような人物かということでね、急に途端にモニカ・ランボーという人物を信じられなくなってしまったと、まあ、外から来た部外者っていうところでですね、ワンダが出てって、この街から出てってっつってね、切れるわけですね。まあ、結果的にモニカ・ランボーはワンダの力によって外の世界へとぶっ飛ばされてしまってですね、ラストシーンはあのね、予告編にもあった通り、どこかね、軍用基地ですねの芝生の上に寝っ転がるようにですね、ぶっ飛ばされてしまうということです。まあ、ここがね、ソードの施設であることは間違いないわけですが、まあ、ワンダの住む世界とソードがある現実の世界はですね、何か、まあ、電磁パルスじゃないですけども、そういったね、バリケードで守られているということです。まあ、ワンダが住む世界はこの次元のものではない、現実の、ね、次元のものではないということで、まあ、ワンダが住む世界はどこなのかっていうところがですね、第3話の大きな謎だというところです。一応ね、ワンダビジョン今回のこの本編の最後のシーンでもですね、シールドじゃなくてソードですね、ソードのね、軍用施設みたいなところの、最後のシーンで、そのね、ワンダが住んでいる、架空の世界と、まあ、繋ぐね、何か、ライトを当ててるような、で、そこはね、うねうねってなっていて、まあ、電磁パルスみたいなものがね、控えてるわけですけれども、まあ、このね、機械というか、この、
電柱みたいなもの、これも一体何なのかっていうところですよね。まあ、このね、ワンダとビジョンが住む世界と現実の世界を行き来できる、何かね、トンネルみたいなものなのか、入り口みたいなものなのか、ワンダとビジョンが住む世界を監視しているのが、ソードだよということ。そしてモニカ・ランボーはソードから送り込まれた。ワンダを連れ戻すためなのか、今回ね、ワンダが気づいたようにですね、モニカがつけていたアクセサリー。これはですね、首から下げていた、ソードのね、紋章のアクセサリーですけども、やっぱりね、たびたび第1話第2話もですね、ワンダが不審がるように、例えばヘリコプターだったりとか、そしてね、マンホールが出てくる男だったりとか、いうような感じでですね、ソードのマークにですね、何か不審感を持っているようでですね、第1話第2話でお話しした、まあ、考察の中でもね、あった通り、ワンダとね、ソードは当初から繋がっていて、まあ、何らかのミッションで、ビジョンの頭の中の世界なのか、どこなのかというところは今後多分謎が明かされてくるかと思いますけれども、当初はおそらくワンダもですね、ソードと一緒に何かミッションをこなしていた。ただですね、ビジョンとの暮らしにだんだんね、浸っていく中で、現実に戻りたくないと。現実の世界に戻りたくなくて、この世界でね、息子と夫と一緒にね、暮らしていきたい。遊んでね、幸せな家庭を築いていきたいというようなね、感情が湧いてしまって、で、戻りたくないと。で、またね、現実をどんどん書き換えていくっていうところに、前回ね、第2話でもあった通り、ラジオのね、スピーカーから、ジミー・ウー捜査官がね、ワンダ誰の指示でやってるんだっていうね、このところも、なんとなく納得ができますよね。ワンダを連れ戻すために、例えばソードのね、紋章を着たマンホールが出てくる男だとか、ヘリコプターなんかをですね、ワンダの身の回りに落とすことによって気づかせる。しかしそれがね、一方で逆効果になってしまって、どんどんね、ワンダが空想の世界へとのめり込んでいってしまうというところでね、ワンダをね、現実の世界に戻さなければいけないソードと、そしてね、ソードのトラップにね、どうにか引っかからないように、ビジョンとね、幸せな暮らしを築いていくっていうね、ワンダの攻防戦という戦いが今後描いていくんじゃないかなというような感じでございます。とりあえずね、初見の感想はこんな感じですかね。ざっと気づいたところはこんな感じですけれども、皆さんはですね、このワンダービジョン第3話についてどう思うでしょうか。またね、考察、皆さんが思うね、感想だったりとか考察ありましたら、ぜひともコメントに書いていただければと思います。ご覧面白いと思った方は高評価、あとでね、ワンダービジョン第4話楽しみだなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。以上、コウスケでございました。Looking at each other, tears in our eyes from the words we said. Yeah.